クールビズは日本において夏季に環境省が中心となって行われる環境対策などを目的とした衣服の軽装化キャンペーン。内種はその方向に沿った軽装のことを示す造語。ビジネスカジュアルとも関連が深い。クールビズとも表記。大義語としては衣服の軽装化、最適化の秋冬版であるウォームビズ。 第一次小泉第二次改造内閣にて環境大臣に就任した自由民主党の小池由里子が2005年に内閣総理大臣小泉純一郎から夏場の軽装による冷房節約をキャッチフレーズにしたらどうかとアドバイスされた。それ以降、環境省主導のもとネクタイや上着を着用せず、夏季に摂氏28度以上の室温に対応できる。 軽装の服装を着用するように呼びかけた。クール、ビズという表現は2005年4月に行われた環境省の一般公募によって選ばれたものである。涼しいやかっこいいという意味のクールと仕事や職業の意味を表すビジネスの短縮系であるビズを掛け合わせたもので2005年の有観心を流行語大賞のトップ10に選定された。2005年の段階では 医療メーカーや百貨店はかつてのカジュアルフライデーに続く紳士服の正気と捉え、解禁シャツなどネクタイを装着していなくともだらしなく見えないデザインのシャツや沖縄で夏のシャツとして普及しつつある仮輸ウェアの販売を展開した。当初は定着するかどうかは未知数とされたが2007年に行われたアンケートでは認知度が9割以上。 実践率が約46%と高くなっていた。日本ではクールビズに関して賛否両論があるものの、日本国外では日本のキャンペーンに賛同し、それをヒントにして類似のキャンペーンを行う政府も増え、2008年には国際連合もクール UN を行った。実施期間は環境省の想定では6月1日から9月30日までの4ヶ月となっている。ただし、 2011年には東京電力福島第一原子力発電所での事故による電力不足も考慮して、政界、観光庁や一部の上場企業によって5月1日より実施された。2012年からは環境省がスーパークールビズを打ち出している。2012年における環境省における服装の可否は次のように提示された。か、かだが徹底されていない。 TPO に応じた節度ある着用に限りか、原則付加環境省での服装については、上記のように具体的な可否の例が提示されている。また、環境省では、肩が徹底されていないの表現があるように、具体的な衣装を提示している。推奨されている衣類は、新たに購入しなければならないような特別な衣類や、ノーネクタイノージャケットなど、具体的な衣装を指すものではなく、 事務所衛生基準規則を出所とした室温上限の摂氏28度という室温の中でも涼しく効率的に働くことができるような軽装全般を指していてそれが満たされる衣服であれば良いとされている。経済産業省では2011年にクールビズテックとして通気や断熱など高機能繊維製品の紹介を行った。摂氏28度で快適に過ごすことを目標とする。 一方で、環境省の日常生活に関する指針では、暑さ指数接種28度では熱中症への厳重警戒となる。自治体によっては、アロハシャツや、その土地特有の服装を採用している役所も存在し、市や町のイメージ向上や宣伝に活用されている場合もある。人事院では、国家公務員採用試験の案内で、館長訪問時に、 ネクタイや上着がなくても差し支えないとしている。防衛省では、クールビズは自衛隊法の品位を保つ義務に、停職しない服装と判断し、防衛省職員のうちスーツで勤務する背広組に対し推奨している。公務員の中でも、英氏や警察官や自衛官など、制服の着用が義務付けられた職種では、クールビズの提唱以前から、柿用の夏服制服が指定されている。 ただし、あくまでも日本国政府での基準であるので、気候が日本とは逆で冬になっている南半球の国家や熱帯気候の地域を含めた世界への出張、等でクールビズの服装で支障がある場合は、従来通りスーツネクタイ着用になる。環境省が想定する実施期間は6月1日から9月30日までの3ヶ月である。2011年、2012年は、正解。 観光庁において5月1日より実施された。曜日配列等の都合上、初日や最終日が各企業や観光庁の休日に当たる場合は、実質それぞれ直後、直前の営業日の日付に置き換えられることが多い。6月から9月までの約4ヶ月間で実施するところが多いが、開始時期に関しては6月中旬や下旬、または7月初旬より開始するところもある。 終了時期に関しても8月末で終了するところがある。反対に気候に応じて1ヶ月程度前倒ししての開始や同様に1ヶ月程度後ろ倒ししての終了とする事例も見受けられる。2011年は3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴って起きた東京電力福島第一原子力発電所での事故等により 東日本地域全体で夏場の電力不足が想定されたことから観光庁で5月1日から10月31日までの半年間と1ヶ月前倒し延長の措置を取った電力不足の影響が少ない西日本の自治体や一部の上場企業でも前倒しで実施した2020年3月31日環境省はクールビズの実施期間を廃止し 2021年4月1日から実施すると発表した。環境省が所管する啓発事業の効率化が目的で、環境大臣、小泉進二郎は、閣議後の記者会見で、ネクタイを締めるかどうかは、一人一人が決めていくことが大事と、各自が気温に応じた服装をするよう呼びかけた。これにより、環境省によるクールビズ、ウォームビズの呼びかけは、令和2年度で最後になる。 経済産業省が実施した産業連関表による分析によると2005年の5月から7月の消費出で被服及び履物が減少しクールビズ関連品目がわずかに増加しているクールビズ関連品目のうちネクタイ、背広服が前年比マイナスとなっている一方解禁シャツなどが含まれる他の男子用シャツがプラスとなっているこれにより 一世帯あたりの消費支出が919円、被服及び履物の消費支出が約1.9%押し上げられたと試算されている。この場合の国内生産への波及効果は全体で約180億円となっている。第一生命経済研究所が試算したところによると、クールビズの実施によって衣類の買い替えが日本経済に与える。 経済効果は1000億円以上と試算された。日本建築学会は2008年に神奈川県の電話交換手100人を対象に1年間かけた調査を行った。室温が25度から1度上がることに作業効率が2%ずつ低下し、冷房温度を28度とした場合、冷房の設定が25度の場合と比べ、軽装のみでは能率低下で期間中、 オフィス1平方メートルあたり約1万3000円の損失が出るという試算を発表した。2005年以前にも第二次オイルショック後の1979年第一次太平内閣にて半袖の背広である省エネルックが提唱されたことがあり、羽根が務が夏季によく着用していた。しかし、これに関しては一般にはほとんど普及しなかった経緯があったので、 2005年の段階では、クールビズは、新、省エネルックとも呼ばれて、どれほど受け入れられるのか、どれほど定着していくのかが注目された。結果としては、2007年にまとめられた世論調査では、クールビズを、詳しく知っている、聞いたことがあると答えた人は合わせて91.2%に達し、この習慣に非常に賛同する。 ある程度賛同するとの回答も83.5%に達し、クールビズを実践していると答えた人は46.6%で、その2年前の調査から15.7ポイント上昇した。導入当初は、面会相手に理解を求めるバッジが配布された、放送局エトセトラ、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  なお、2012年度以降の対応については、各番組を参照。環境省職員の中には、環境省の庁舎内を環境大臣、小池由里子の指示により、冷房設定を28度にしたところ、応援機器の排熱や日差しにより、室温30度近い部署が続出し、労働環境が摂氏36度超えの部署まで発生したため、官僚から、労働安全衛生法違反だと、 批判が上がった。違法との指摘を受けて、エアコンの設定温度ではなく、室温を28度以下に変更した。兵庫県姫路市の市長である清本修康は、2019年7月1日に、労働環境を快適にして、仕事の効率を高めたいとの考えから、働き方改革の一環として、姫路市役所でのエアコンの設定温度を28度から25度。 に下げると発表した。設定温度を下げる理由は、28度では電力エネルギー消費量を15%程度下げられる反面、労働生産性が平均して6%下がり、8時間の仕事では29分間の残業が増え、結果として仕事の売率が下がることを挙げている。日本の政治家の反応は様々だった。歴代の政権与党もこれを推進しており、 国務大臣や議員のノネクタイ姿がテレビによく映るようになった。ただ2005年の段階では、塩川正十郎がクールビズで閣議に臨む内閣総理大臣、安倍晋三の服装に関して寝巻きで閣議をやるのはやめた方がいいと評したり、亀石塚がだらしない政治家としてふさわしくない格好と国評して関連業界への配慮を示した。2005年夏の 第44回衆議院議員総選挙の際の選挙活動でもクールビズを歓迎し、それを取り入れた服装の候補者がいた。その一方でネクタイ姿の候補者もいた。上記の加盟の上着、ネクタイ着用姿もたびたび報道された。有権者に対して礼儀よく接したいなどの理由からだという。民主党が対象した2007年夏の第21回参議院。 議員通常選挙の後、民主党の西岡武雄参議院議員運営委員長は、制服を着た国会議事堂参観の子供がいる中で、大人がリラックスした格好で良いのかと疑問を投げかけ、クールビズの申し合わせを廃棄したいと述べ、本会議委員会でのネクタイ着用を義務付けることを提案した。しかし、各会派への事前の連絡や調整がなかった。西岡議員運営委員長は、 直臨時国会で改めてネクタイ義務化の提案をすると述べた。その後西岡は参議院議長となったがクールビズに全く賛同せず最後までネクタイ着用を貫き通した。2010年6月1日午前の開催の閣議について夏の係争運動クールビズの一環として沖縄の清掃仮有志ウェアを着用するよう各閣僚は求められていたが 国民新党の亀石塚郵政改革金融担当大臣がネクタイスーツ姿で現れ増反した。民主党の北沢都美防衛大臣はスーツを着用していたがノーネクタイだった。2011年には東日本大震災による電力危機の影響で発電量が減り冷房が使用される夏場には電力不足に陥ることが懸念された。このため 設定温度を高めにすることを奨励するために1ヶ月前倒しして5月1日より開始されたクールビズを含む環境省の地球温暖化防止大規模国民運動推進事業ではテレビ、新聞、雑誌、ラジオに加えて街頭ポスターや電車内広告、ウェブサイトや携帯電話サイトといったメディアでの大々的な温暖化防止集中キャンペーンを行うために 3年間で80億円以上の予算が計上された。このことについて環境省は無駄遣いではないが指摘は参考にしたいとしたが Yahoo Japan の意識調査では75%の人が否定的反応だった。ありがとうございます。